二代目、沢村田介のお産。文化十三年九月、江戸中村座、妻へ、上崎くずきより、歌川豊国が。二代目、沢村田介とは、江戸時代中期の歌舞伎役者。野号は、木の国屋、拝名は昭山。縄文は、菊、替門は日取、波にち父は三代目、沢村総重郎。兄は、初代沢村玄之助。五年に一月。 江戸中村座で沢村哲之助の名で小役として初舞台。その後兄玄之助と共に父宗十郎に伴われ上方に登る。完成十二年に再び親子揃って江戸へ下るが翌年三月に宗十郎が死去する。その結果玄之助は宗十郎の兄である三代目市川八百蔵に預けられ、哲之助は宗十郎の未亡人定さだにと共に 京都に上り、同年11月に代目、沢村田之助を襲名した。しかしこの時期まだ十代半ばでこれという後ろ盾もなく、なかなか大きな役がつかなかった。そこで田之助は、佐田正人と共に居場所をから大阪に移し、大阪幕露町の稲荷芝居に出るようになるが、これは子供芝居の一座だったという。文化元年稲荷芝居で、娘道成人を踊って評判になり、 これがきっかけで、同年12月には、大阪堀江市の川芝居で、京成箱伝授の娘を見つと、娘道成寺を務め、これまた大評判を取る。それでもまだ大芝居には出られず、名古屋へ旅回りをするなどして、文化3年にやっと大芝居の大阪中の芝居に出る、ことができた。文化5年、7年ぶりに、江戸に戻るとあっという間に、人気役者となり、 髪型においても、たのすは人気を誇った。ところが、文化12年11月、江戸中村座の顔見せに出演中のたのすは、自殺未遂を起こす。この原因については、はっきりしないが、この直前にたのすは、大阪で中の芝居に出ていて、江戸に下るのが遅れ、中村座の初日に間に合わなかったので、それを苦にしたとも、言われる。 その後は切腹騒動で負った傷が元でろくに舞台に出ることもできず、文化十四年に三十歳で死去した。当たり役は、生写し朝顔話のみゆき、菅原伝授手習い官の虎郎など、若尾山の花形で容姿が良く、衣装もとても華やかで、書作時、時代物、地芸、世話物と何でもこなす器用な芸域の持ち主だったという。ありがとうございます。